アイダは、日本のテレビ番組ディレクター。NHK に39年勤務した後、フリー。旧朝鮮、全羅北道出身、小学生の時に引き上げた。新潟県立高田高等学校を経て、早稲田大学法学部卒業後、1960年に NHK 入局。NHK 札幌中央放送局で、ラジオの録音構成やテレビのドキュメンタリー番組の、 フィルム構成を経て、1966年に、東京の教育局教養部へ。その後も、NHK では一貫してドキュメンタリー畑を進む。1968年に、ある人生で企画したアルゼンチナマルによる、ブラジル移民を取材した、乗船名簿 AR29 で、文化庁芸術祭奨励賞を受賞。その後も、1978年に、移住10年目の乗船名簿。 1988年に移住20年目の乗船名簿、2000年に移住31年目の乗船名簿、2018年に移住50年目の乗船名簿と乗客をほぼ10年ごとに追跡取材し、間のライフアークとなった。その他にも NHK 特集、核戦争後の地球で、イタリア賞や芸術祭大賞など6賞、NHK スペシャル、 電子立国日本の自助伝で1992年に芸術編章文部大臣賞を受賞するなどドキュメンタリー番組で多数の受賞歴がある。1987年の NHK 特集シリーズ自動車で確立した自らも番組に出演しアナウンサーとトークを展開するという独特のスタイルも有名で、これは日本テレビのテレビ三面記事ウィークエンダーに影響を受け、 方法論を踏襲し者だという。特に、電子立国シリーズ等でコンビを組んだ、三宅民夫とは絶妙なコンビネーションを見せたことで知られる。新、電子立国では、スタジオトークだけでなく、ロケにも登場し、モーションキャプチャ技術のデモのために自らラジオ体操第大、一を実演した。管理職にはならずに、現場でチーフディレクターとして、 番組を制作し続け、1999年に NHK を定年退職。退職後は、慶応義塾大学環境情報学部教授を務めていたが、2001年からフリーランスとして映像ドキュメンタリーの世界で活動している。2000年には、四字報賞を受賞している。2013年には、認知症を患った母が100歳で亡くなるまでの8年間の、 在宅介護の模様を小型ビデオで自ら撮影し、ドキュメンタリーとして2夜連続で放送された。その記録は専門家から貴重な資料として高く評価された。自分の作品でコンピュータについて学習し、ASCII.PC にエッセイを連載している。同エッセイにおいては2005年発表の作品、鼓の家ではローランド社製のダイレクトリニア編集機、 dv-7dl を駆使して一切の編集作業を自ら行ったことを明らかにしている。ほとんどは放送に関連したものである。当時 NHK の島刑事体制下では制作費の削減と NHK の関連企業が設立され企画にメディアミックスを盛り込まなければ企画が通りにくい状況にあった。例えば電子立国日本の自助電も 本の出版が義務付けられて実現した企画である。ありがとうございます。